申し訳ないね。非常に申し訳ないね。ヒルポヨカさん、うん、ええー、って多分絶対驚いてるよ。なんか、一撃で抜いたんだけど、いけみたいな。まさかだよな。スライディングジャンプしてるやつに当てるとか、マジ奇跡だろ。アークスターもそうだけど、やんなるわ。おー、素晴らしい方が来たぞ。これは勝ったな。横半？まあ、とりあえず見とくか。いやー、ダイヤ、あーダイヤ4か。いやー、チーター覚醒リプレイ取っとこう。だけど、前回のこともあるから、一応ちゃんとやるか。そう、前回、めちゃめちゃ上手いだけだったっていう悲しいことがあったんだね。あれがあるからやだよ。元ルーキーと元ダイヤ4が2万 RP か。すげーな。すげーなーとは言いつつ、ちゃんとダイヤ起動なんだけど。うわ、怖えよー。あ、いいね。こいつらぶっ殺そうぜ。お、よっ。立ち回りはちゃんとしてんな。無理やりかぶせる人じゃないな、全然。問題なしか。うますぎぜーかー、復帰ぜーかー。いやー、うますぎんのかな。ダイヤ4でしょ、元。で、元ルーキーでしょ。ほら、ありがとうございます。ありがとうございます。あやさは満点ですけどね。あ、いらね。あったわ。復帰ぜだったら最高だね。何もないことを願うぜ。迷うな。うわ、迷うな。どっちもいいな。あ、でも同じ15ダメージか。じゃあ、こっちでいいな。あ、取り手か。いらねえ。俺、でも、すごいな。本当に。フレーバーとアークスター、本当に刺さるな。すげえ。でもよく頭もらうんだ。マジで天才だと思う。フレーバー抜かれがち。感動しちまうぜ。あまりにも抜かれすぎで。え？チーターな気がする。スピットファイヤーを作成中ってやばすぎじゃね？間違えたのかな？あ、いや、使ってねえか。よかった。間違えたんだ。焦ったマジで焦った間違えて作っちまっただけだった。よかった。まだ全然大丈夫だ。ガチ焦ったわ。見たことねえぞって思ったわ。スピットファイア作成してまでやるやつ。怖すぎだよね。大丈夫だわ。ちゃんと。使ってねえわ。まだ大丈夫。あー、心臓止まるわ。ハボックが欲しいですね。どうなってんの？誰？この石に4部隊集まってきてる。やば、奥と、ゼロ、ゼロ RP、なんで？あ、味方チーターだったんだ。バンされてるわ。バカめ。俺もゼロ RP で完璧だ。なるほどね。急に人から来たと思ったら、なるほど。そういうことだ。味方がいなくなってたからか。素晴らしい。味方バンされてたわ。完全理解してしまったぜ。なぜだと思ったわ。なんで後ろに味方がいたはずなのに突破されてるんだと思ってたわ。びっくりしたぜ、チーターがよ。ランパート。やはりちょっと怪しいと思ったら、やはり大体チーターだな。やはりデブすぎるぜ。あのクレーバーは、もう運良すぎ男だったね。はっ？絶対こいつ携帯見ただろう、携帯。ああ、結構来ちゃったなー。はい、神ポジー。こんばんは、こんばんは。あるかも。あのね、今日ね、なんか8時半に目覚めちゃったんですよね。せっかく早く寝たのに。ああ、違う。ああ、まあそうだね。2時ぐらいに寝たんですよ。まあだからこれ早いんですけど、なんか8時半に目覚めたんだよな。なぜでしょう。悲しみ。確かに、ジョジョおじさん以外見たことないな。もうダイヤ4だから、全然。あれかもしれん。シーラ大好き、シーラとかランパート大好きなのかもしれん。これで敵溶かし始めたら、送りますかね。多分ね、眠いのは確実に睡眠不足ですね。俺の体はハドから起きちゃったよ。最強すぎん。キュイーン、だから一人やった、二人やった、三人倒したよ。なんならもう6人目ぐらいぐらい、6人か9人目ぐらいまで行くかもしんねえ。それはそれちょっと見てみたい気持ちあるわ。相手はすげえ申し訳ねえけど、ちょっと見てみたい気持ちもあるわ。そこまでゴリゴリのやつ見たことねえから、ちょっとね、早く起きちゃったんですよね。やらかし。もったいねえことしたぜ。おいおいおい、タボチャかぶりは、奪い合いっすね。どっちが先にタボチャゲットできるか勝負だ。
いやー困ったぜ。ボルト、微妙いんよな。もう戻れねえよ。理論値12人。ちょっと見てみたい。ちょっと見てみたいね。敵には先に謝っておくわ。もしこいつがそうだったらすまねえ。サビになったらサビに。こいつのシーラの。俺はできる限り頑張ってバンしようと。やるからさ。今んとこガチ人間だけどね。全然。ただただシーラ使ってるだけでちょっと怪しく見えるってだけだから。とりあえず大丈夫かな。今日はハボックに出会いづらいですね。敵も敵だよな。さすがにちょっと異変に気づいてほしいけどな。そこまで来たら。迷うなぁ。ボルトもいいけど、俺毎回敵の上の前で玉切り起こして死んでるイメージもあるんだよな。ボルト使ってると。うわぁ、どっちもいいなぁ。そう、その後死にはしねえんだけど、その武器チェンしてる時にものすごい被弾しちゃうイメージもある。迷うなぁ。ボルトディボハボックか、ディボボルトハボックか、すげえ迷う。そう、今の俺は、そういう感じなんよな。そう、星打ち精度のバグが治ったおかげで、割といい感じだからね。いや、そうなんだよね。そう、安定するんだけど、ちょっと立ち回りがちょっとね、違うんよね。っていう。俺、ブラハウルトで突っ込んで一人持ってっける、一人とかもう二人ぐらい持ってっちゃうみたいな感じだからね。終わりでしたね。どっちにしましょうかね。そう、ワンマガは気持ちいいけど、リボの安定感もなかなか悪くねえぜ。あ、やばい、眠い。ふぅー。よし。今日マジハボックに出会いね。ストレッチェッさせていただきます。LMG、お前もしかしてリボ使ってんのか。おい、このまま危なかったな。このままじゃ、待って。お前もリボか、もしかして。おい、リボディボじゃねえか、これワンチャン。あ、違う、取り手だ。焦った。いや、違う。ロングボウだ。じゃあこいつやっぱリボな気がする。やべえ、ディボディボディボなんだけど、ワンちゃん。俺がディボこれで選んだら、ちょっとやりてえな。あ、カービンだ。ワンちゃん溶かすんかな、ディボで。ん？どういう動きしてんだ、これ。わかんねえ。なんか多い5人ぐらい映ってる。なんかよくわからん。円外に逃げよう。ディボじゃなくてエルスターになってる。意味がわからん。もう俺味方がわかんない。エルスターガチ勢なんだけど。マジかよ。え、敵ゴールドなんこれ。あ、なるほど。なんか、ものすごい違和感があるって思ったら、そういうことか。え、なに？申し訳ないけど、じゃあこれご褒美タイムと思っていいってこと？これ、申し訳ないけど。申し訳ないね。非常に申し訳ないね。ヒルポよかさー！めちゃくちゃ申し訳ないから、ヒルポになれ。む、入り混じってるな。ダイヤもいるな。よくわからんな。ちょっと待って待って待って、敵敵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 敵言うてそこまでランク差はないのか。一般通過しようとしてたせいだって。ダメだよ、させねえよ。やばくね？こう来てさ、こう行ったからな、あいつ。最強すぎだろ。この辺のデスボックスすーげえ。ハボックマジねえな。左から行く？あっち行きましょう。やってんのか。で、トリア落ちたぞ。いけるかな？味方を信じるか。まあ、割と長い間戦闘してくれるんだったら、全然行くのあり。ね、絶対そうだよ、これ。俺は昨日タボチャ出すぎたんだ。やっぱりアンビルは強い。アボックも、おお！はい、こういうことです。日頃の行いがいいのかもしんねえ。タボチャ来た。ナイスー。割とガチめにアンビル強えな。普通に強いな。
いや、無理だな、これ無理だわ。強えよな、やっぱ。あ、いない、偉い。なんかみんなグレネード持ってないから俺バッテリーの王になってるんだけど、困った。やべえ、後ろから中にあるんだ味方。俺は助けてくれ味方。大丈夫。バンガロールロングボウを打つことに本気出してたからマジで危なかった、これが強え。気づかねえもんなんだよね。チーターかもなこれ、ワンチャン。あのあいつチーターかもな、ワンチャン。よいしょ、強い。あ、ナイスナイスナイス。チーターではないか、大丈夫か。ナイスー、危なかったよ。奥田に落とされた時はマジどうしようかと思ったけど、ナイスすぎる。おいいじゃないですか。ジジーナイスー。あー、勝てますね。ナイス味方すぎる。やっぱなんか中距離から撃ってて行ける時に詰めるっていうあれだな、やるつが強いわ。無理やり行くんじゃなくって。おお、すげえ。ちゃんぽん、きたー。ちゃんと木中でも戦えるね。ブラハいいな、やっぱ。みーまる様、300ビッツ。ありがとうございます。じじー、ナイチャー。ありがてー。じじーすぎる。勝てますな。300RP、うま。ちゃんと当たりますね。ひでみ様、200ビッツ。ありがとうございます。ああいう時にな、そう、アッシュ多分さ、気づけなかった理由としてはさ、木だったんだよな。そう、木の中にいるやつを瞬殺したから、俺今。やばいね。確かに今俺800盛りぐらいしてますね。2時間の盛り方とは思えん。やっぱ長物といいな。長物、ハボックってのがやっぱいいな。で、長物チュン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 打っていくのがいいわ。いや、どんどん、どんどん強くなって、俺は。